行かないで。地震のせいで君が転んだと士官から聞いた。大丈夫か？ああ、ちょうど廊下にいたんだ。だが学生会のメンバーが階段で荷物を運んでいる最中だった。今その件で対応中だ。大丈夫だ。ひどい怪我じゃない。これから医務室に連れて行く。君も気をつけて。後で僕もそっちに行く。実は俺も電話をしようとしていたところだ。同じことを考えていたみたいだな。ああ、とにかくお前が無事でよかった。いつもなら楽観視するところだが、今回の地震はどこか変だ。早く収まるといいんだが、俺には気楽な日常が合ってる。落ち着いたらそっちに行く。お前は勉強して、俺は仕事をする。そんな日常に早く戻りたいな。ああ、こっちは大丈夫だ。少し物が倒れたけど問題ない。今家か。これからそっちに行く。お前が心配だ。すぐに行くから待ってろ。
僕は大丈夫。心配しないで。君の声を聞けて安心したよ。植木鉢が倒れて割れちゃったんだ。でも、お辞儀草は大丈夫。僕がちゃんと守ってるから。もちろん、君のこともね。こんな状況だから、またいつ地震が起きてもおかしくない。でも僕は、君のことをちゃんと守りたいんだ。もし僕がいない時に何かあったら、絶対に教えてほしい。約束して。